返しのファーストゲーミングどうでしょう、もう最初から C は入れさせる配置をしていたので配置はロングに1人、さあそして取り返し側はディフェンダーサイドから2人、そして狭いエリアの、いやディフェンダーサイドから4人になりました。そしてレイナのみ中に、うん、かなりリコンボルト刺さってますよ。ファーストゲーミング2キル獲得、そして3キル目、あとはロング被害なく3人取って、さあショックボルトも飛んでくる。いやこれはもしかして設置を解除するショックボルトになるか。わあ先に解除が間に合いましたねこれ。さあファーストゲーミングは勝ってますね。そうですね、お互いこれマーシャル持ってのセカンドバイしてますね。ファーストキルアンセム2キル目、強い3キル目見えてる、そこは抜けない、でも打ちたい、いやこの勝負どうだ。いやこれ以上いかなくても正直いいんですけど、位置はもうバレてますからね。ラストの位置分かっています。パーフェクト、うん、お見事でした。神の子はバンダルを、が硬いです。シーロングオールでいきます。今なんなら今ジャンプピークで見たな、中に入っていきます。銃先が見えます、見えてますね。パーソキル2キル目、シェイブルズが取っていきます。3人での取り返しになっていきます。バイクを設置、3人に見えてレイナが本当この体力なのでかなりファーストゲーミングは苦しいですね。まあ、ワンキル取れればですけど、まあ、武器的にもマーシャルありますからなるべく早く行って、まあ、1人削り取りたいというのがあるでしょう。シェイブルズでテトラニャン、そしてここはパーフェクトで抑えます。お見事です。ます、ブリーチがないってなるとちょっと A と C 攻めたくないなみたいなイメージ勝手にありますけどね。そして A 側は1で抑えられている以上かなり C、B を攻略するのが難しいのがシェイブルズ。ただフィジカルで勝負しに行った、ガレージを1人突破、強引に行きましたね。そして強引に入っていくんですがやはり人数が多いか、 C サイトからも寄ってくるトラネコ。まあそしてその先にはオペレーター、これはラッキー外してくれました。まあただ結果的にバレてはいますからね。ただおおなるほど、マイクは C 側、本命はこれあと30秒 C なんですね。セイランをどこまで使えるか、これワンキル取れれば非常に大きいが相当 C 側は薄くなっています。 A 側に寄っています。ただ帰れる隙間がありません。オペレーターで覗かれているが、おっとこれは帰れた、あと10秒、壁抜き食らった、分かんないな。バイクを設置、いやこれワンチャンスありますね。シェイブルズ2対4の人数状況、ガレージどうだ、ありますよこの勝負、セイランワンチャンスある、いやー抑えた、バズもうあとは目の前でワンキルツーキルテンポよく取るしかありません。よく引いた、パラノイア構えた瞬間アンセムが中の方に入っていきます。お見事でしたね。まあただこのワンチャンス、まあ、一人も削ることはできませんでしたけど、まあ、ワンチャンス設置は、うん、かなり高めで相手の位置が分かりました。止めるアビリティがありません。お勝負に無理やり体で止めるしかない中でよく止めた。しかし設置は許します。バイクを設置、視界を塞ぐ、オペレーターどう運用するか、見えた、見えてますね。ロックメイビーヘブン社取り返していくファーストゲーミング、ロックメイビー1人目、2人目、うまい、3人目はここはアンセムが抑えるが最後はランリーがかぶってます、ね、ランリーです。ワイヤーをいつ壊すかは重要になってきそうですが、ワイヤー外でまずは削っていきます。ここでバレましたね。ただこれに対してどう対応というよりは、さあ A リンクにスモーク、そして C リンクにもスモーク、 B の方に入っていくがリコンボルトが刺さっていく、挟まれた核の2キル、囲み込みができています。テトラニャンもここに加わっていきますが、すでに味方が倒された後、体力がないですね。テトラニャンパラノイアを入れながら上、あら気づいた、ここにはアンセムです。こちらも警戒しつつ違うところに行くのか、ここは何もないところにリアビリティ使いましたね。ローリングさんだね、
お互い逃げられないぞ。逃げられません。逃げられました。お互い設置も角に、そしてぶっ飛べ、いやお互いローリングサンダーも全部ローリングサンダー中に入ってくる。ロックベビー耐える耐える。ヘブン下でこの右クリックを構えているだけで相手にプレッシャーがかかります。全く先ほどと同じ展開なので、オールトライン、これキープの判断ですか。これはいけないんじゃないかな。いけませんね。これはいかないですね。あります。おお、しかもやられた。ランリーよく潰しに行きました。これで武器キープもさせません。うん、スリフティスリフティのシェイブルズよく取れました。ジャンプピークしたようです。ジャンプピークして今、白もまとまってるのを。パラノイア入ってきた。何も見えない中でパラノイアの開始。武器の差がありますがゴーストでワンキル獲得。でがそうですね、中で見事キル倒しましたね。取り返していきます。人数状況4対4。さあ後ろからもうすでにアンセムも寄っていますがそこを警戒しました。セイランがキルを取って後ろはここでクリアです。うん、オールドラインがガレージ側に行きます。中に入っていく。これはチャンスが出てきた。しかしシェイブルズ、うん、さすがに武器差ありましたね。マジですかね、ショックボルトなのかな。かなり削られています。オペレーターを持っているんですが C 側はかなり引き目。それを見てシェイブルズは B の中に入っていく。早いですよ。ただ面白いのがシェイブルズ A 側へワープしています。中が耐えられれば成功にはなりますが耐えられなければ作戦は失敗。そして裏詰め窓からです。裏を通りに来てる。ちょっとフロムザシャドウズが効かなかった。フクラには一致バレてますね。これフラッシュは避けてワンオンスリーの状況。一人目、最後はオペレーターです。アンします。ローリングサンダーには引っかかりたくない。引っかかってしまいましたけれども逃げることには成功。ただ追いかけてくる。逃げ切りました。うん、アンセムがショート隠れてましたけど気づきましたね。そしてニューラルセフトで位置が分かります。ショック脱も全てふんだんに使ったアビリティ。あとはどうでしょうか、このリーヤ2つ。4対5での取り返し。アフターショックが入っていきます。フラッシュを入れた。合わせてリーヤも入れていく。リコンが刺さった。さあそして中に入っていくファーストゲーミング。しかしシェイブルズは中で耐えていきます。シェイブルズはリテイクを許しません。ワンブイツーショックダース後ろから残り33。リコンボルト壊したのが分かった。これで解除していない。顔を出しながら3回目、3度目の正直。うん、これはもう間に合わないですね。お見事。時間のかけさせ方がファーストゲーミング、ちょっとつらかったか。 そして前詰めをしていくファーストゲーミング。2キル獲得。もうこれは A サイト側ですね。ガレージから A サイトのそのロングの方にダークカバーを刺したことによってだいぶこのショートロングが詰めやすくなりました。あとスパイクドロップをこれ確認しているので逃げられない。ハンターだ。さあ1人目逃げれませんね。いいカバーが入る。いやこのラウンドはもうファーストゲーミング耐えられるか。ワンオンスリーシェイブルズが残りセイラン弾は10発。なお見事クラシック、うん、神の子は取って6対5。 C しかありません。逃げられないぞ、うん、パラノイア返していく。しかしパラノイア食らっている。ぶっ飛べという声もあった。一時交換。4対4の人数状況。そしてシェイブルズは引く判断になります。はあ、ここでちょっと出鼻をくじくことに成功したからか。残り40秒。ここから A サイト B サイトどっちかを攻めるってことですか。相当難易度は高いですよ。
あと30秒。それがもう一度ガレージからの C バサミ。うん、それありえますね。どうでしょう、かなりばらつきがあるシェイブルズの配置。うん、迷いながらも最終的には C 攻めですね。いや、抜けたところに行きたいという判断になるでしょうか。ここは C です。 C ワープである程度位置を確認しましたけども、やはりファーストゲーミングの配置がいいでしょう。あー、スパイキャラ落ちた。これ設置間に合いません。残り3秒2秒、倒すしかないシェイブルズ。時間、ここでタイムアップです。7対5でファーストゲーミングを追いながら中の方に入っていきます。痛い、うん、狙いを定めたショックボルト。いや、丁寧なリテイクを狙いに来るんでしょうか。まあ、少しオーメンが遅れています。ここで揃いました、うん、早めにロックメイビーからスタート。人数差カメラあります。マグメル、カメラは使いません。中の方に入っていく。各バズと抑えていく。素晴らしい囲い。そして最後はバズ2人で4キル獲得。ここでファーストオーブ獲得。はい、シェリフの位置バレました。これで相場が、倒されてしまいました。さあ、神の子、ね、中の方に入っていけるか。ここからは勢いが大事になってくる。ファーストゲーミング中に入っていきます。素晴らしいです。いや、これディスミス、リーヤを使ってもう中のリテイクを抑えました。後ろも甘えません。そうですね、覗いた。一人抜きます。もう一人、綺麗です。まあ、出てこないでしょうね。ファーストゲーミングはかなり丁寧なプレーをしてきます。これはいけないっすね。お？お？ワンチャンス？話しかけるなよ。あるか？さすがに紹介した。まあ、さすがにですね。うん。リコンボルトを刺してパラノイアを撃っていきます。中はもぬけの殻、 C は空っぽ。リテイクを目指していくシェイブルズに対して、まずは少しでも削れればいいというセイラン。使いましたね。これ設置完了です。位置がバレました。アクターショック、そしてショックボルトが飛んでくる。よく生き残った。フラッシュも来る。一番負担がかかる場所にはこの神の子がいます。よく抜いた。もうキルロックがどん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 流れていく。うん、残り1。ワンオン2。体力が少ないですね。ワンオン1持ってきた。さすがに解除は難しいか。うん、体力差がありましたね。最後はバズです。これである程度高めのショートも取れましたが、一方でこのドローンに対して、うわー、いやー、これ食らいますよ。まさかのタイミング、ファーストゲーミング、ここを狙っていた。ドローンが見えた瞬間、ローリングサンダー狙ってますね。いやー、一瞬の出来事でした。さあ、ヘブンからの射線も抑えています。うん、人数差が、まあ、ただ入るしかありません。武器はシェリフ。3対5、不利な取り返し。綺麗なところからアフターショックが来ます。フラッシュとともに入っていきますが、フラッシュは食らっていません。アンセムの2キル、3キル目パーフェクト。ファーストゲーミングは11本目を獲得。ルンガはしかしキャンセル。リコンボルト、そしてローリングサンダーの返し。これは強いけど1人にしか当たってないし、隠れた位置でのローリングサンダー受け止め。シェイブルズ、ファーストゲーミングされました。ただ引いたのをちょっとプッシュしたかったか、セイランが前に出たところをキル取られます。うん、テトラにはもう中に寄っていきました。これオーラ取ってるのなんだ、あれは面白い。この位置なんだこれ。あと30秒。マゴメルめちゃくちゃな位置いますね。足音は聞いてあるか。ただスニーキングなので、ここね、B 展開は気づけない。まあ、問題はワイヤーです。ロックメイビーも置いています。スローのピークであればロックメイビーが優勢。置いてる分にはそうですね。
あとは窓2からの取り返し、 A リンク窓2の取り返しで4対2の人数状況、はい、優勢なのはシェイブルズ。この人数差ならまず負けない。2人で入っていきます。これで11対8。もしかしたら今のお倒し取りで A 警戒が外せません。面白いですね。 C がメインでありながらこの虎猫、やはり裏取り入ってた。先ほどから虎猫がこういったスモークの中に待ち構える姿というのがありました。お、一気に下がった。これ A 行く展開、ファーストゲーミング最速 A 展開、これはより間に合いません。シェイブルズも気づいて急いで下がってますけど、これはもう間に合わないですね。パラノイアも切りました。いやでも5位に入ってる。打ち合いランディが抑えた。アンセムも 1K 取り返す。中に入れたのはファーストゲーミング、取り返しはザ・シェイブルズ。一応ファーストゲーミングも見てください。ファーストゲーミング最速センター A ロング引いて B のハサミ、もう打ってる。そして時間稼ぎで、あとはなんと後ろからアンセムがやってくる。最速で寄っていた。バレても強引に中では待たない、後ろから挟み込む。あとは上だけ。いやキーパー許さない。そして12対8リーチ。ちょっとこれカメラ壊されてましたけど、情報が、うわこれ C ラッシュ、ラッシュだ。試合を決めきるかファーストゲーミング。もう決めるつもりでこれ動いてますね。苦しいブロックを勝ち抜けるチャンス、これが最後のラウンドになるでしょうか。しかもアビリティ結構残しているようにも見えますね。多分フラッシュポイント残ってるんじゃないですか。シェイブルズもハンターズフューリーは残っている。逃げられないぞ。まずは裏を警戒する。おー、飛んだのもバレてる。マゴメルがファーストキルを獲得。これでかいですね。もう見るところ1個限定できますよ。5対4の取り返し、人数状況有利はシェイブルズ。しかしバズカット、2キル取っていく。スモーク抜き、テトロにはもう加わっていく。2キル獲得。オンツさあ、もう体力持つことない。角ワン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 、あーローリングサンダー当たってる。でも勝った。間に合わない。武器を捨てた、諦めの姿勢だ。高校ファーストゲーミング、最後はローリング。